やさ、まずはスライディングからの逆反のトリストフォーク。170馬力がこの会場を所狭しと暴れ回るパワードリフト。逆反非常にスピーディー。モンスターの缶の周りをフルカウンターのパワードリフトからの、こちらもスライディングからのドリフト走行。完全にハンドルが非常に自販機が置いてあると思わなかった。びっくりした。さあ、向きを変えて、フロントを浮かす、高い高いグリリーからのストッピー。リアホイールを浮かしたトリック、これがストッピー。ここから、スタンディングで、グリリーから、何を見せてくる？サスペンションが非常に暴れている。ここから、バイクの上でもう一歩を繰り出してきた。フロントを浮かすダンシングからフリフライング、足を V の字に広げるフリフライングというトリック。車両の間をスライディングしながら細かく細かく上がっていく。おっと、一旦バイクから滑り落ちた。ただ大丈夫、恐竜の周りをワンアウト走行。170馬力が地面を全くつかまない。一旦距離を取り直してフルカウンターのドリフト、そしてパワーウィーからのここもスライディングで向きを変えていく。すさまじい回転、まるでこのアスファルトを滑るようなトリック。ワンチを切っていく、右に左に自由自在に向きを変えてストッピー。ノーフット、両足を離したノーフット。さあ、フロントを浮かした。ここから下はジーカクの上にシートから乗せる凄まじい角度の上に。さあ、ファニーホーム向きを変えてくる。一旦エンジンが止まった。さあ、大丈夫か。ここから少しテールをスライドさせてワンアウトをクリアしてくる。そして片方の足をバイクに集中させる。なんと片側体重で逆バック。バイクの目を自由自在に動き回る。そしてハンドルの上に両足を乗せたモンタバーのバンカーと、そしてこの状態でストッピー。この状態でリアホイールを浮かしてくる。そして向きを変えて何を繰り出してくる。 SKF にしたい。